ったことあるんです。あ？体の中に入れて、そんな。あ、よくやれよ。あ、除霊のそれ。前もやったやん、タイラップ。あ、すげえ。すげえ肩こりしてるような気分。してるような気分。ものすげえ。すげえな。なんていうかさ、恐ろしさ半分と感動っていうかそういうの半分なんだろうけどさ、そういうダメージ受けてるの見ると毎回申し訳なるわ、心霊スポット連れてくの。いやこういうのを倒すのが好きなんやけどね。心霊スポットは RPG じゃないんですよ。除霊するなら簡単なんやって。だけど除霊するのしずに追い出すだけのことで十分だと思う。引き離すだけで。別に除霊する必要ないもん、もったいないじゃん。第2、第3の被害者が出るだけなんだよ。目の前が赤信号に見えたよ。ベル君だよ。やべえ、目の錯覚まで来てる。酔ってないですからね。変な薬もやってませんからね、俺。だとしたらここに来るまでで事故ってると思うから大丈夫だ。すげえ。あなたには分からんでしょ、今。俺の次元が今現在と何ちゅうの霊道と普通の道を走ってるような気分。ああ気持ち悪い。多分今 3D メガネかけて運転してるな、これは。そうそんな感じ。妙に飛び出るんだけど。ああ止まらんかった。大丈夫、一回本当にコンビニで車止めて落ち着く。ちょっと落ち着こう。やべえ怖い。初めて言う、あなたの運転で怖い。何も見えんかった今俺。いつもやったら踏み切り絶対止まれるもん俺。今日やべえ。これどっから入るんや。その辺から。その辺か。なんか買ってきましょうか。ゆっくりしてていいですよ。待てよ。はい、デジカルちゃんもどうぞ。何やってんやろ今。すげえ本当に見えんようになった。なんか意識軽くふわっと飛ぶような感じ。踏切のとこで見えんようになったら怖くね。なるほど、これが事故起こる原因か。これが事故起こる原因か。怖い。今踏切があると思えんかったもん。真ん中に入ってやっと、あ、踏切やって気づいたもん俺。やば。あ、やば。これがたたりか。その帰りに事故にあったって言われる原因。うん。やばいね、過去一でやばいじゃんこれ。全く踏切に気づかんかったもん俺今。ちょうど踏切に入ってからブレーキ踏んだやろ俺。あ、踏切だって、うん、なんかギリギリのところでね、うん、これか。感動してるけども。すげえ感動してる今俺。大丈夫、改めてちゃんと車の中含めて全部除霊してね。機材とか全部除霊したんだけどな、俺だけだね完全に。やっぱりなんか今までのとこと違うな。じゃああれはキツネか。初めてじゃね。キツネが原因か。まああれは見えるね、踏切の時が全く俺の視界に入ってないの。ないね、今までも。これでキンコンキンコンになっとっても気づかずに俺突っ込んどるかもしれんわけやな。怖っ。すげえな、これがあれか、たたりってやつかな。笑える、ウケるな。ほんで踏切に入って止まろうとしとるもんな。そうね、一回ブレーキしなきゃっていう、それよね。うん、怖いんだけど大丈夫本当に。ここからまだ1時間くらいかけて帰んだよ。ああ帰ろう。なんか飲み物飲んだりしてリフレッシュしなくて平気。いや飲み物まだあるもん。マジウケるんですけど俺。へえ、でもすごいね、俺の守護神を守ってくれるんやな。今危うくなんていうの、事故りかけたけど。事
こりかけたけど気づかずにそのまま取っちゃった。うんと、こっちでいいはず。気づかずに行くと飽きない、うん、気づかしてもらえるっていうことはまだ俺守護神に守られとるね。ウケるねえ。こういうのがあれか、八幡村のたたりってやつか。穏やかじゃないんだよな普通に、うん、あなたの運転で初めてだよ怖いって思ったの。俺も初めてだよ怖いって思ったの全く踏切が見えんっていうよりも視界が全く入ってこんのよ、それが、そこだけが。へえ、初めての経験俺。なんかいい経験させてもらったな良くないんだよな。そっか、なんかすげえ興奮してきてまった俺。アドレナリンが出てまった今ああなるほどな、たたりっていうかさ、行って事故ったっていうのは多分こういうことかもしんねえわ。視界に全く入らなかったこれ。俺みたいな安全運転の人間がやぞ。うん、本当にね。うん。もうすごい、もう、肩は痛いわ、視界が薄なっていくわ。普通の道路に見えたよね、ずーっと全部が。ああ、今走ってるこんな感じの。そう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 。うん、ほんで、ふっと入ったら、踏切って言って、あ、踏切だって言って、俺踏切、踏んでるんだよ。今実際に踏まなくていいです。やっべえな、これ。安全運転、これがあれか安全運転で帰ろう、怖いしわ怒ってどうのこうのっていうのは多分こういう、こ見えないんだろうな、引き込まれるっていうやつなんだな、これが。おお、やったな、やったな動画じゃ何も伝わんないからね、あなたが信号踏切無視しちゃったけどで、踏切無視、一時停止無視、うん、これどうなの、動画で、動画にしよう。会話は一応だって線路の真ん中で止まったんや。アウトっちゃアウトなんだよな。そう。まあでも止まってないよりマシなのか。いやこれがあれなんだわ多分。八幡村のたたりだわ。六角村のたたりやったよ。いやいい経験できたね。そんま。とりあえず俺あなんていうの、いろんな心霊スポット行ったけど、あの場所二度と行かないでほうのリストに入ったよ六角堂が。俺もこれ2回目やだもん俺、怖いもん。いや2回目はまだいいって、それ以上の霊感をあげりゃいいだけどだろう、今回は 2% 程度でいいだろうって考えて、どれでだけど踏切が見えんかったのは初めて俺。信号がもう目の前にあるから踏んだらもっともうちょっと向こうにあるしさ。そうね、その時点からなんかおかしいね。そうそうそう、だからもう次元あの世とこの世の 3D 目だね。うん、境目を走ってるような気分って言ったの多分それだわ。おお、ちゃんとあの世と現実で何かラグはあるんだな、ラグっていうかズレは。こういうなんかすごいズレがあるもやもやってしたとこに入って、あそこ行きたいなぁ。会いたくないなぁ。今の運転見せられた後この直後の高速行きたいなぁ。怖いなぁ。いいよ、高速行きます、いや、どうしようかな。怖いなぁ。でも踏切はもうねえでいいんやけどな。なんか甘いもんが食べてぇな。やめよ、高速優先しても10分短くなるだけで1280円取られますけど。やめよ、お土産買えない、そういう問題じゃないの高速代俺負担なんだよな。ガソリン負担しかない。そう、前回払い忘れてるから。そう、あれクソバカ野郎LINE もなんも来ねえからさ。あ、しまったって思いながら、バカ野郎、バッテリー忘れるし、力忘れるし。車払う行ったらさ、200キロ走ってんですけど、後ろ台車でこんな走るんじゃない。台車3日で200キロって多くないですかって言われた。そう、節
つ行ったでしょうって行くわけないじゃないですか行ったでしょうっつって、お払いしてくれました車っつって、ちゃんとしたわっつってやっぱり200キロって異常なんですね。異常だわ、たった3日で200キロは異常だって言われる。だってこれ2年でさ4万キロってこれも異常だって言われたよ ここの動画にしたいな、なんていうかこの2年で4万キロっていうのがどんなもんなのか、なんていうの具体例が知りたいわ。いや普通な、なんだかんだっつっても1万キロちょっと、1万キロ行くか行かんかやって。おお、うん、だから4倍か。そう1年間でさ1万キロ走っとるわけよ。同じところをぐるぐると多分回ってんだろうな。平均2万キロってどこまで行けると思う？日本一周行くんだろう？行けるのか2万キロってどうなの？行けるか2万キロってどのくらいの距離ですか？北海道からどこまでみたいな感じで分かりやすい感じで教えてください。ベストアンサー、簡単に地球半周、1周4万キロですやばそれをたった1年間でやってんだぞ。それすごいな。それも逆に言えばやぞ、月におめえ2、3回、月に2、3回行くか行かんかでやぞ。そうだよね、毎日なんていうのそういう距離ぶっ飛ばしてるわけじゃないもんね、俺らの撮影は。ガソリン1回これ買えるのにさ、うん、200キロで、200キロで終わるんやな、うん、それ1、2週、1週間から 10日から14日間ぐらいで終わるんだわ、普通に使えば。だから1年間でお前そんだけ半周しとるんやぞ俺ら、たった月に 2,3 回行く程度で。今言ったその地球半周分っていうコメントがベストアンサーだったの、うん、別の答えがあって、宮崎インターから青森インターまで片道約 2,070 キロです、うん、約5億分ぐらいでしょうか。そこやっとるやねんか俺たち1年間でやば1年か、1年でおめえ地球半周しとるんやぞ異常やん。北海道札幌から山口県山口市が約2000キロなので5往復です。だったら俺ら何、青森まで行けるんだ、北海道まで車にやろうと思えば。まあ1年分のやつ軽く行ったらなんていうの、走行距離自体は余裕でぶち抜いてるってことですよ。すげえな、まで、お前俺にひどい仕打ちをしとるよな。あなたじゃない、車にだかわいそう、よ頑張るなおめえ、ボックス俺大好きだよお前。いや車もね、俺壊れるわ、前の車がぶっ壊れるの分かるような気がするわと思ったもん俺前の車の方が撮影ペースだってね、毎週のように言ってたから。そうそう、毎週のように言っとったからもうぶっ壊れてまったもんなあれやったもんな、確かに。よし、今週どこどこ行くぞ、来週どこどこ行くぞっていう、そのそうそう、もうほとんど行き切って待ってるもんね、どこどこ行こうっていう気がなくなってまうもんな、もう。そう、ああまたあそこ行くんだっていう、なんか近所行くような感覚でさ、毎回行ってたから。やっぱしこれからもちょっと距離を伸ばさんとかんな目指して6万キロってなるだって俺新車買うわ、もうリースのやつで、定額リース、あれでずっと乗るわ新車を。ある意味それが一番無難よね。無難かもしれん、どうせあれだったらな、毎月払うならば保険も全部込みだろう、うん、で月2万とか払ってた方が、2万とか3万払ってた方が楽だもんこれと自分までもすぐ行ける、やっとなんか楽になった、体がすげえ楽になってきた。だいぶ離れたよ。ハードル高いとこあったか、もっと気づくべきじゃねえのか。何が、いや俺が言わなかったらここ行かんかったよな、六角。別にいつ
深いクリストにはあったけどかなり優先度が低い、あの平家の平家の墓と一緒、あの平家もう一回行かんとかんないって、別に大したことないんだろうなと思って放置してただけで、平家はだって俺を呼んだんやで、などこにあるかっていうのが無理くん全然違うとこ行っとる、だって写真あれだったもんっていうか似てるんだもん、あの入り口の石の並びとあの本物の石の並び、そう全然違う雰囲気やったぞ、これね、えこっちやんこいつ、俺何も道分からんけど行けたもんそうね、やっぱなんか霊感ある人はその辺なんかもう違いが出るんだな、あれ無意識なサーチができるんだなっていうのは面白いね、霊感ある人とない人の違いって。でも霊感ねえ方がいいぞ、本当に声は聞こえるわよ、今日だってさあんな静かじゃん、うん、パチパチっていうラップ音程度じゃん、うん、だけどラップ音の他にも声は聞こえるんやな、声俺異常やと思ったの、なんか声聞こえへん声聞こえへんっていつも聞こえる、俺が聞こえるからムイクも聞こえると思ったのね、あんな大きな声が、なんていうか今なんて何々って言ったっていうのをね確認ガチャが実況してくれると俺はすごく嬉しいんだけど、あー声が聞こえるんだよねだけどそれが何を喋ってるかは分からんねんね、あーなんかボソボソ言ってるなみたいな、そういうあれか、いやこういう人間みたいにさあの何わーわーあいうえおってしっかり聞こえんねんあるやん、テレビでさ、ドッキリでさ、で、遊ぼう、で、とか言って、あんなはっきり聞こえるなんて言ったら、ほんとマレーやってあんなもんだったな。そうだね。俺らの動画でもそうそうないからな。こんだけなんていうの、リスキーな動画撮ってんの。そうそうそう、声はなかなか入らん。違う、もうマイクが悪いんだな、俺らのとは。何十万するマイク買わなきゃって。だから、こうやって持って歩くやつにしこれまっすぐですかね、眠たいか、朝4時起きやぞまだまだ俺大丈夫みたいね、4時か4時に起きて今10時や、俺が寝る頃なんだよなって考えると俺どうなの、体いつまで持つんやろ、それは神様しか知らないことですわ、ねえからな、20歳も年下のやつと一緒に動いとんだからなそれだけ理解してよ、20ってでけえからな、そうね、俺が10歳のこと同じ動きついていけるかっていう話でしょ、そう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 、バチるな、なんかこうやって思うとさ、俺昔料理やってた時にさ、うん、20離れとる師匠や、はい、いつも俺にも付き合ってくれたんやって、うんうん、こんな気持ちなんだろうなと思う相当エレンだなってさそれは面白いな、偉かったんだろうな、無理させたなって思う、今もうつくづく思う、あそうだよ、どの辺でしみじみ思うのこの分からん、なんか俺ムイ君と俺ムイ君とだったらムイ君より俺の方がさ、うん、体力あるんじゃねえかなって思ったの、そうね、俺マジで部屋から出てないからね、マジ最近運動不足だ、なんか俺の方がすげえ元気あるって感じが思えるんやけどさ、俺がガキっぺーのか違うのよ、あんた心霊スポット行くとテンション上がって子供みたいにテンション上がるからよ、俺常に平行線だもん何も見えないよ、あのねみんなが遊園地行くときと一緒の気持ちない、うん、俺はなんか観光も静かにしてるタイプだからテンション常に一定をキープだから、俺はああいうとこに行ったら楽しくやりたいもんその違いよね、もう遊びは常に俺本気度やで、本気マックスやでだから50過ぎても俺ガキなんやで、あなたは30で大人なんやで、気持ちが、あースーパーで騒いでるガキと一緒ないって俺多分
悲しいけど。ああ、それに一緒に乗っかるかちゃんと叱るかの違いですか。そうそう、あなたが抑え、俺はもう本当にツッコミ。女の人だ、すごいな。よかった、生きてた。もうあなたの言う、急に生きてた、急に女の人だって言うから、なんかまたあれか、そのお亡くなりになった方かって。こんな暗いところにおれるなと思って。怖くね、こんなとこ。俺一人で歩かんぞ、こんなとこ。あ、ここカットな。いいよ、こんな雑談。そもそも動画にしないよ。喋って。消しといてもいい、これ。もう何も喋んない。もう何も喋らん。もう、でも別に肩重いとかはもうないですよ。もうない。全身大丈夫。全身大丈夫。もう、はっきりとあの、距離感がつかめれるようになった。ああ、うん。さっきまで本当、距離感つかめんかった。それで運転してたのか。そう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 。